こんにちは、ケンジです。どうぞです。今回なんですけども、はい、めちゃくちゃ雨の雪山に来てます。雨降ってる ね。昨日めちゃくちゃ晴れてて、うん、その辺にこたつ出してね、撮影してねめちゃくちゃ楽しかった。めちゃくちゃ楽しかった。寒かったね。寒かったね。で、本日の企画は、はい、よいしょー、きたー、サントリー核、これを2人で飲み干していこうかと。飲み干しましょう。はい、飲めるかね。これはいけんじゃない。いけるかな。何ミリ入ってんの。700ミリ。アルコール度数 40%。 40%。 いやー、仕事つれーつれー。こんな雪、まあ、うん、なのに雨。雨。そしてペアルックだし全然打ち合わせしてないよね。まあそんなこともありますんで、はい、今日はじゃあ雨だからね、テントの中、はい、この中ですき焼きでも食べながら、うん、あ、いいですね、うん、楽しんでいきましょう。行きましょう。それでは行きましょう。レッツゴー。さあ飲んでいきますか。やっていきましょう。よいしょ。よいしょ。チキビン。なんかあの分野ばっかもあるからチキビンの銀を飲むことが少ないよね。確かに少ないです。ゆっちゃん正月一人で1本開けて、うん、なんかリビングで立ち直したっつよね。やってんな。疲れたらしい。ねえ、うん、初日っつったっけか。そうじゃない。1月1日に。ストップって言ってください。はい、はいよ。ストップ。おー、Are you scared? Are you scared? Yeah. Yeah. 怖いな。おー、ストップ。そうだね、最初から飛ばしすぎたな。ねえ、あ、でも結構減った。あ、本当だ。全然いいよ。え、いい子なの。ここにちょっと近所の山崎に、え、これ炭酸入ってる。どういうこと。いや、炭酸は入ってるけど、なんか 弱めな気がします。いつも強炭酸のやつだからね。うん、あ、いいね。冬だね。いいですね。よし、飲んでいこう。飲んでいく。お願いします。それでは雪中キャンプ2日目、角瓶1本開けて気持ちよくなっちゃいましょう。キャビン、はい、キャビン。あ、うまいな。あ、レモンがめっちゃ効いてんだ。こいつ効いてるね。炭酸弱めだけど、うん、レモンが効いてる。香りが、ね、あるね。で、今ちょっと調べたんだけど、うん、700ミリ入ってるわけです、この中に、うん、で、お店で出るハイボールってだいたい30ミリリットル入れて、うん、それで1杯になるらしいんだよね。で、こいつをその700割る30やると23杯、うん、一人当たり11杯とかをお店で飲むって考えると、あ、なるほど。割と30に対して炭酸がいっぱい入ってるから、うん、水を飲みながら飲む感覚。そうだね、そうだね。の方が強いよね。この前一升瓶飲んだ時もね、うん、1時間半で撮影終わったもんね。気持ちよくなっちゃってね。あんまいけたね。今日も美味しいご飯を作っていくんで、ガンガン飲んでいきましょう。はい、ちょっと熱源をつけていく。はい、っす。トヨタにストーブつけていく。つけていく。こいつあったけえかな。うん。見てき。今日これで暖を取りながら、はい、ここで調理していくと。うん、はい。中和げでご相当です。やっていきましょう。で、室内で暖房器具を使うので、はい、こちら。お、またなんか新作を。そう、うん、なんかいいやつっていうか、ちゃんとしたやつみたい。3000円ぐらいだったんだけどね。そう、それだけど、そう、日本製で、うん、なんだ、そのなんちゃら協会が、うん、どうのこうのしたやつらしい。あ、なんか企画を定めてて、それを執行してるみたいな感じ。そう、はいはい、ちゃんとしてるやつみたい。なるほど。Amazon で3000円ぐらいです、うんうん、そう、これ2つ、うん、一応持ってきてるから、はい、ちょっと上と下とつけていく。 OK。 それでは
すき焼きやっていく。お願いします。おー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 、デーアンデーだね。ジャストフィットですね。そして野口さんでいただいてきた牛脂がすごい上質な、うん、背脂やん。背脂ですね。手前もうすごいこと。背脂って豚のことを言うのか。確かに、うん、よいしょ。ちょっと油を敷いていく。敷いていく。最初はお肉だけで食べさせてくれるんですね。そうですね。関西風関西風のすき焼きで行きましょう、うん、じゃあ卵ちょっと割りましょう。今回のお肉は、これも野口さんで買ってきた、ディアンディアン和牛霜降りすき焼きを新潟県産。新潟県産うまそう。ランク英語。英語すごい差しだよ。英語飲まないとね終わんないからみんなの笑顔のため今日も僕らはやるのさ。トミーの歌も流れちゃってる。水溜りボンドの歌、うん、それでは行かせていただきます。お願いします。結構盤が広い、ね、うーい、すごいなんかベーコンみたいな形してるね。はい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 、ここに。どうでしょう。あ、いいかもいいかも。この時になんか箸で切ってたね。切る。そう、めちゃくちゃでかいバンだったんだけど。はい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 。卵卵。あ、早く早く早く。とりあえず、そのまま行っちゃえば。そのまま行っちゃうか。お肉火通っちゃうから。いけ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 。俺行っちゃっていいの？うん、行っちゃって行っちゃって。うわ。いやいや。いや。うん、うん、うまっ。目か、うん、これはすすんじゃってしょうがないですね。うわ、今覚醒したぞ。今覚醒したぞ。うめえ。次俺も自分で作るかな。あ、卵、卵溶いていくわ。はいよ。どこの部位なんだろう、うん、すごいよもう。豚さんだと言われてるもん。いいよ、お願いします。よいしょ。コンビニから離れがちゃった。やばい。今日も僕らはやるのさ。勝手に16ビート入れてくる。16ビートないとさ。16ビートないとさ。すき焼きの食べよう。あ、甘そう。いいよね。贅沢なことして。はい。よいしょ、いただきます。あー、来た、甘そう。うまそう。いい、いい、いい。ドン。これは、これは。うまっ。そうですね。いくね、いくね、調子いいですね。まだいっぱいだからね。ガンガンいきましょう、うん、合うね、やっぱ、うん、ほらほら氷が溶けなくていいね。ね、昨日飲んだやつさっき3、うん、2時半ぐらい、うん、に戻ってきてまだあったもんね。あったあったあった。どんぐらい、同じぐらい。 OKAre you scared? OK! 地盛りあるといいね。ね。トラトラトラ、恋は地図。うん。誰の歌？え、マックス？知らない？わかんない。知らにゃ？知らにゃ。知らにゃら。知らにゃら。よいしょ。兄、知らにゃら。ちょうどいい。ちょうどいい。OK! 今でもね、お酒もハイボールするとき。撮影で1本使わないもんね。いただきます。いただきます。いただきます。バイバイ。いや、ちょっと余裕になってきたね。もう割と気持ちよくなってきますよ、ね、もう終わりだ。でも半分、半分だよもう。
もしかしたらこのビビってるところも濃いのかね。あ、このね、真ん中ね。うん、多分お店で飲むのがこのね。そうだね、30じゃ少なすぎたから60にしたってね、これ、うん、氷入れてる状態で、うんうんうん、一番下この Is this water? Is it water? で、yeah. 真ん中が、うん、Are you scared? Are you scared? ビビってるやつ、ビビってんの？ビビってるやつ、ビビってるやつ、いねえよな、いねえよな。で、ここがお酒間、お酒間。これだったらあと2杯ちょっと飲んだら終わっちゃうね、うん、ってことは1回あたり1人23杯だから、うん、1人 10杯ちょっとじゃん。1回 2.7 杯分ぐらいの濃さがあるんだ。仕事つれー。だからか。なんか濃いと思ったんだよな。な。あ、でもやっぱ弱火だと焦げつかないね。うん、ねえ。で、弱火なのかな、これ。これ、ジュクジュクいってるけど。うん、ここに、ここに、お肉たち、お肉たち、うわ、贅沢な、贅沢ですね、ダグ、贅沢、友達にタクマってやつがいてね、うんうん、そいつめちゃくちゃ酒飲むんだけど、次の日の夕方まで必ず二日酔いになるのにやめないんだよね、そうそう、酒を。で、朝叩き起こすんだよね。そうそう、奥さんがね。俺らもさ、タグタグタグもう固くなに起きないから、うん、あーっつってこの前も11時ぐらい昼の、うんうん、電話したらもう今起きただろお前和牛切り落としも入れていきます。はい、お願いします。はい、いいね、やっぱすき焼きいいよな。これは赤身が強めですね。うん、でもね、英語のやつも美味しかったけど、うん、もうワンチャン1個でいいぐらいだもんね。確かに赤身やっぱもう年だね。せや、34よ。これでもまあまあ油多いなって思っちゃう。確かに上手なら続きますか。うん、もう一つはバックアップにちょっといたんだけど、はい、新潟ポークの2ポー豚もちょっと入れさせてもらいます。はい、豚すきもね、うまいもんね。うまいね。鶏すきもね。鶏すきもうまい。うまいもんな。うまいよね。うまいよね。ちょっとこれ食べ比べができるかな。確かにね。でも火取ったらどっちどれがどれか分かんなくなっちゃうんじゃないですか兄貴。豚と牛は分かる舌でありたいな。確かにね。肝臓はダメになってね。うん、雨の音と、ねえ、すき焼きの焼ける音、そして外には、雪原。絞って。なかなかできないよ、こんな。うん。いいね。うん、開けててもまだ、そんな寒くないから。そうね。こいつが暖かいから、うん、いけちゃう太陽ですね。そうですね。で、ここに、ここにすき焼きのなんか、あ、先に入れるんだ。この作り方でいくと、うん、肉とコンチンを入れて、うん、野菜を入れていく、最後に入れていく。英語のやつ相当油があったから、ね、お、とんでもとんでもねえ、あ、旨味なるんじゃないですか。出してくれそうだよね。うまそう。よいしょ。ここに、うん、もう今日ははい、野口さんに言ってた鍋用の野菜セットがあったんで、これをもうドバッとドバッといっちゃいます。よいしょ。今、はい、今回松の山温泉スノーパークさんに来てるんですけど、うん、またビレマンさんから、うん、村山さん、村山さんベースマンで、うん、けんちん汁いただきました。わあ、後で飲みましょう。ねえ、うん、すげえ具だくさん。ねえ、めちゃくちゃうまそう。8割ぐらいいくだよ。うまそう。確かに。あ、でも、あの、しるしるだから。うん。こいつ夜温めて飲もう。あ、いいね。うん。最高。まずは、スノーバックさん、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい減るの早い。甘いね。このレモンウォーラー。あ、レモンウォーラーが効果してる。効果してるんだ。あ、できた、できた、できた。いいぞ、いいぞ、いい。いいですね。
今年初すき焼きだわ。確かにグズグズするの俺も初だな。そしてそしてこう何度見てもね、いいね、こっちの山のレイヤーがいいよね。ね、すごいよこれが、うんうん、テントの外はこのこれよ。これはちょっと体験してほしいよね。ね、ちゃんとした装備を持っている人は。そうだね、うん、寝具だけね、うん、しっかり持ってくればそうだね大丈夫だと思うけどね、うん、昨日もね、なんか新潟県内で結構、うん、アウトドアショップ展開してるウエストさんも、うんうん、ウエストニキとね、ちょっとやらせてもらってね、めちゃくちゃ飲んだもんね。あの人最後ベロベロでチンチン振り回して帰ってたから、ね、ウエストニキもうね、ウエストイースト言ってたもんね。ね、帰ったなと思ってね、ずっと2時間ぐらいブン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 何してんだあいつ。ねえ、アウトドアウエストさん、今度ねちょっと機会があればお伺いしたいですね。はい、よいしょ。椎茸からかな。すき焼きといえば、うん、じゃあ俺は白滝からかな。いただきます。あ、うまっ。天空引き上げ、ズズッと。うまいね。うまっ。春菊も入っちゃって、うまそうだな。チェックください。うん、春菊いっちゃいます。うん、これは英語のとこか。英語っぽいね。うん、トギじゃニヤな。さすがにまだ見分けられる酔っ払いぐらいです。結構酔っ払っていますな。結構来るんだ。結構来る、うん、まだ結構来る。撮影始めてから30分30分ぐらいでしょ。いただきます。元気。うん、うまっ。うん、うん、うん、まあマイペースでね。マイペースで。初速毎回入るの。初速はね。シューマッハだからね。ハーンってなっちゃう。早っって。俺割とねスロースターターだから。スロースターターかつ、うん、ロングランナーなんだよね。ずーっと走ってるから。でも最近なんか朝飲んでること少なくなってる。昔だいぶ、うん、ね、2、3年前だったら、まあ、何年もわかんないけど、まあ、飲まずにいられないみたいなテンションにした時あったけど、そうだよね。今はもう本当に家でも酒を控えるように、うん、まあ、別に苦でないし、なんかそれで寝れないとかもないし、うんうんうん、確かに、まあ、お酒好きだけど、うん、そう、毎晩豆とかはなくなったね。うーん、まあね、ネットフリックス、ディズニープラス、アマゾンもそうだけど、うんうんうん、まあ YouTube もそうだけど、うんうん、いろんなものでも家で楽しめるからね。俺ら YouTube もあるけどさ、うん、本業の仕事の方とかでもさ、うん、やっぱいろんな人とね会ったりして、うん、飲んだりするから、うんうんうん、こっちでね、めっちゃ飲むから、うん、俺も家で飲まないように してるわけじゃないけど、まあ、あれば飲んじゃうけどね、うん、1杯か2杯ぐらいは、うん、今日飲みてえなって日あるから、うん、おお、うめえ、よいしょ、作っていく、作っていく。いやー、いいね。でもまだ半分ぐらいだから、うん、よしよしよし、ひっくり返っちまうかもしんねえ、また前、今年も去年もそうだけど、そんなに朝降ることがなかったじゃん。うん、
ほんと1日で40センチとかね、60センチとか積もる時あるじゃんね。はいはいはい、はい。ああなるとね、朝あの、やべえ、うんこ漏れると思ってトイレ行こうとしたら、どんどん、桃ぐらいまで積もってて、5メートルぐらいまでなんとか踏みしめていったんだけど、うん、やべえ、ダメだって思って、引き返してね。向こうの管理棟まで、今日で言うと100メートルぐらいだよね。そう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 。うん、あ、2年前だよね。そう、2年前だよ、ね。あの事件。うん。で、その、いけね、やだ、ダメだってなって、引き返して、テントの中で、漏らすっていう。で、それ、山田くん寝てたのに、なんか臭くねとかって臭くて起きる。大変ですね。そっちはそういう危険もあるからね。そうだね。うん。ちゃんと。もう今度からおむつしてね。でね、去年は、ゴーアウトでね。そうだね、ゴーアウトで。テキーラ飲みすぎて。そう。これめっちゃうまいよ、一回分漏らしてよ。最高だね。最高ですね。あ、でも、え？減ってないんだけど、なんで？どんぐらいで作った？え、同じ。アユスケアと。うん。こっからが勝負。まあ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 。お願いします。まだまだ楽しんでいきましょう。キュッキュッ。おお。いや、雨いいな。久々の雨キャンプだね。そうだね。去年割と雨に降られなかったかもね。そうだね。うん、割と雨、なんか雨男なんて言われてたもんね。雨の日ね。うん。雨の日のキャンプもね、うまい、まあ、雪もそうだけど、設営してるとき来んないで、うん、準備終わったらめちゃくちゃ降ってきて、うんうん、で、帰る前に止んで、みたいな、うんうん、まあ、最高なんだけど、まあ、雨音楽しむことなんてないじゃん。うん、昔の家みたいにさ、うん、家の中にいて雨音がザーって聞こえるなんてないじゃん。うん、おばあちゃんとか結構聞こえるけど、うん、まテントなんて有能だもんね、うん、もう金沢に、うん、一番でかい取引先があるんだけど、うん、で必ず年に一回挨拶に行くんだよね、うん、その時に必ず雨が降ってるんだけど、うん、でもアンダーさん雨男よアンダーさんいるわちゃんだなアンダーさんでも晴れよまあでもね金沢はマジで雨だそうね、雨か曇りのイメージしかないもんね、うん、晴天の金沢はあんま見ないけど快晴の時に行ったことがないねうんめちゃくちゃ雪降ってたりするもんねうん11月の終わりとか12月の、ね、前半中盤に行くけどうんもうねその具体的ですブーちゃんブーちゃんめちゃくちゃうまかったうん。美味しい。バリマ。うん。こっから暗くなっていくからね。うん。うん。うめ。うわぁ。ペースが落ちてきた。あ、めっちゃやった。でこっからどこまで持つんだろういや普通だったら多分10杯ぐらい取れるんじゃないそうだよね、うん、でもそうじゃねえあの夜もこっから始まってくる感じですねですね青いよそしてここでケンイチプレゼンツはいすき焼きにシューマイ入れたらうまいんじゃにゃーのっていう、うん、うまいでしょう。うまいでしょうねきっとうまいでしょうちょっとこれ初なんですけど、うん、入れちゃっていいでしょう鍋にね餃子も入れてもうまいもんねうん餃子入れるのもうまいしあーうまいでしょシューマイ入れるのもうまいですうわこれでいいですかうん
楽しみですね。でこの間に楽しむのはこれケイチプロです。よしスライスモチモチ、これは実際も食ったことあるんだよね。そうこの前ね、うん、家で鍋やった時かな、うん、すき焼きかやったのか、じゃあ、うんうん、そう、それをしゃぶしゃぶして食べるだけなんだけど、うまいんで、ちょっと やってみ。え、やっていい、うん、しゃぶしゃぶして食うのこれって、まあ、柔らかくなるまでね、入れます。なるほど、柔らかくなって、まあ、お餅として食べれるなっていうところまで。はいはいはい。あ、早っ早っ、早いよ早いよ。イエース、こういうこと。そう、チューつけ。うまいよね。これうまくない？うまっ。まあ餅がうめえからな、そもそも。うん、こういうもんなんだ。うまいよね。うん。うまっ。いく？イエス。なのいつ出たんだろうね。うわ。初めて食べた？初めて食べた。うまいよな。これでくっついた。こんな餅の食い方あんだ。いいんじゃない？いいんじゃない？はい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 。ここまで来たら、うん、イエス。よし。来た来た。はい。ガラガラ言わしちゃってる。いや、この餅いいな。ね、うまいよね。ちょっと革命的だわ。ね。これいろんなことができるんだね。多分この感じだと普通のしゃぶしゃぶでもね、うまいんだよね。あ、うん、しゃぶしゃぶで食べたんだ。へー。ポン酢とかでも美味しいし。うん。まあ好みでね。子供たちもこの前食べて、うん、大人気だった。うん。で、餅って火通すのに普通時間かかんじゃん。うん。だけど、こいつだったら。最初硬いんだけどね、このカチカチなんだけど、うん、いいだよね。あ、来た来た来た、もう柔らかくなってきた。で、しゃぶしゃぶとかでね、一緒になんか巻いて食べてもうまいかもしれない。うーん、あ、来た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 、マジですね。ちー、 0.08 ぐらいだもんね、これ。そうだ、1ミリはあるじゃん。いかんせん。うそうまそうまそう。じゃあ、山さん。いいんですか。よいしょ。おい、かわいそう。いただきます。うそ。もっち、マジでやったほうがいいね、これ。ねえ、もっちめちゃくちゃうまいね。うん。スカ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 ス
おお、吸い込んだ、うん、よし、うん、じシュウマイもいい感じになってきましたね。うん、くやこ、こいつをちょっと、うん、シュウマイをやりつつ、はい、もういっぱい作っていこう。行きましょう。半分ぐらい取れるね、この感じだと。そうだね、よし、セルフ。じゃあお願いします。はい、ストップでください。 OK。あ、見て見て、減らない、減らないのよ。じゃあストップって言って。はい。メモリ、メモリ大事。ひどい、ひどいのよ。これ何これ。よいしょ。ポーション。来たねー、来たねー。
やめましょうよ。出た出た出た、コビーコビー、コビーだ、コビー出ちゃうから。いいやす、いいの、コビーちゃめちゃ。きた、うえ、きた。うんこ漏らしながらやるか、やるか。おむつ買ってきた方がいいかもしれないね。そうだね。そろそろアテントさんから、ああね、お仕事のお依頼がね、お依頼が来るかもしれないからね。ちょっとネギも加えていきましょうか。ね、ネギもちょっとうまいな。うん、濃いな。ハイボールっていうのか。みんなの笑顔のため、今日も僕らはやるのさ。飲めちまうから怖えな。ね、うん、ネギも切ってきます。はいよ。みんな笑顔になれば、今日も僕らは平和さ。じゃ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 、みんなの笑顔のため、今日も僕らはやるのさ。じゃじゃじゃ、みんな笑顔になれば、今日も僕らはやるのさ。ちょっとこの後ね、うん、プレミア公開も控えてるんで。あ、そうだね、うん、それで、いや、そこでね、うん、ちゃんと発言できるように酔っ払い具合をセーブしていくとこですけど、うん、どうですか、酔い具合は。 87% ここで止めといて、うん、お水とか飲めば大丈夫だけど、うん、これ多分飲み干したら、うん、多分この3分の1か4分の1ぐらいで 100% を迎えて、 100% 迎えて多分 138% ぐらいはいっちゃう。まあまあまあ、山本くんの寝袋でうんこ漏らすから。やめてやめて。山本くん笑顔にしたいから、ね。肉豆腐も出来上がって、うん、ここにまそう。ここにネギも入れていく。うまそう。煮詰まってきたね、だいぶ。ねえ、だいぶ薄く切ったんで、うん、これをほぐせばもう食えます。シューマイ食べてみて、シューマイ。シューマイピー？うん。うまいでしょ。え、これ初？初めてかもしれない、すき焼きに関しては。すき焼きシューマイ？うん。鍋にはよく入れるけどね。ああ、おでんには入れても美味しいしね。うん。いただきます。いってらっしゃい。おいえい、コーヒーのよ。グビグビ行きたかった。グビグビ。本当はグビグビ行きたかった。うん、グで終わったもん。あ、でもめっちゃうまい。うまい。うん。合う。合う。合うものだもんね。ね。うん。ちょっと行って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 。何時からでも始まったっけ？4時ぐらい、4時半ぐらい、3時ま、はい、え、ちょっと待って、4時に始まったのに今そのスピード感よっぱいわ。5時半よ、ニキ。みんなの笑顔のため、今日も僕らはやるのさ。うまそう、見て。うん、そう、いただきます。いただきます。ちょっとね、このなんだっけこれ、卵か。卵で冷ましていただきます。で、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 うまっ。嘘でしょ、これ。これいいね。うまっ。でシューマイ何でもいいね。
あ、これグビグビいくぞ、これいくぞ、これ全部いくんじゃないの。当たり前じゃないですか。乾杯。乾杯。え？濃いなぁ。グビグビいっちゃダメなの、こういうのは。お疲れです。うん、これはちょびちょびいこう。この後あるよ、うん、プレミア公開が。うん。ダメダメダメ。危ない。目つぶったらダメだね。うん。うんこ漏らさん件では。うん。まあね、今日2回したからね、うんち。シューマイ何人でも合うの。うん。皮がね、溶け、トロトロしてきて、うん、中の肉からブワーって旨味が出てくるんだよ。うん。なんかお願いします。もう終盤かな。わかんないけど。そうですね。はい。あとこんだけだからね、あんだけあったのに。飲むね。ん？飲むね。多分この後寝ます、ね。じゃあ、はい、プレミア任せてください。うん、今年はね、2024年に、うん、最近僕らの会社に3人社員の方が入ってくるんでね。うんうん、まあ、1人今産休中なんだけど。うん、それからもっと盛り上がっていくと思うんですけど、ね、YouTube は大変で割に合わないんでやめましょう。乾杯。乾杯。マイペースで。うん。ね。でも楽しいよね YouTube は。うん。いや、こんな景色を見ながらこんな経験って多分本当にできないよね。ありがとうございます。社長、勘弁してくださいよ。勘弁しよ。ただ一つ言っていい、うん、俺はもう終わったんだけど。いやいやいや、はい、あるあるある。違う違う違う、いいんだよ、好きなペースでやっても、うん、でも俺寝ちゃうから、うん、ヤマト君が飲み終わるまで、はい、あいつらこれ絶対最後捨てたぞみたいな話になってくる。だいぶだいぶ大丈夫、うん、終わったのありがてえわ。いただきます。うまそう。うんまっ。うん、あ、最後なんか一言では、それでは2024年、うん、僕らも、うん、ずっとね3人でアンナさんとやってきたけど、うんうん、仲間も増えるし、うん、その仲間たちの家族もいるし、うん、僕らがね、うん、こう引っ張りながら、うん、そうだね、みんなが幸せになれるようにやっていきたいですね、うん、頑張っていきましょう。そのためにはいやないけどゆっくりね、うん、なんで、責任感も持って、うんうん、みんながハッピーになれるように、うん、お願いを込めて、うん、乾杯。チェーズ。昨日教えてもらったから発音、うん、チェーズ。よいしょ。まだ反応ない。もうジュール流れてるから今。あ、流れてる。いやでも本当にね、入ってきてくれた仲間がみんなね、頼りがいもあるし、うん、素敵なメンツなんで、それこそね、うん、毎年やってるオールキャンパーズももっとパワーアップしたり、うん、そうだね、うん、フィールドフィールドしても、うん、もっと強力なアイテムが出てきたり、うん、楽しみですね、うん、そうだね、うん、人が増えていくことは会社としてはね、大変になってくるけど、うん、もっと楽しいことに挑戦していけるだけのエネルギーが生まれていくから、うんうんうん、そっちの方にね、注力をしていって、うん、YouTube もいいけど、全部頑張っていくって感じだね。うん。うん。ただね、やっぱ、みんながいるから、
僕らいるんです。ありがとうございます。皆さんがもう楽しめるようなコンテンツを含め、イベントを含め、うん、動画も含め、うん、まあ、グッズも含め、うん、そんなことをやっていきますので、うん、本年もよろしくお願いします。キバリ。ちょっと、おー、だ、よし。ちなみに今あの、うん、氷が溶けたちょっとだけの水を飲んだんだけど、うん、ハイボールだった。そこで、そこで、うん、うわー、よーし、まだいけるね。いけるね。これぐらいだったら、うん、また次もね、やっていきたいね、うん、やりましょう、やりましょう。飲み保証、飲み保証企画。またぜひ リクエストとか、これ飲み干してくれみたいなのあれば、ぜひコメント欄によろしくお願いいたしますね。アンダーさんも呼ぼう。そうだね、うん、アンダーさん一人でコカレル1本開けてもらってね。コカレルはね、余裕だもんね、こちらは、うん、3本ぐらい開けてもらう。いや、言い過ぎ言い過ぎ。まあ、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。バイバイ。